皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はですね、トレーニングをしていく上で絶対に知っておいていただきたい2つの原則についてお話をしていきます。トレーニング理論なんていうのは、まあいろんな方々がですね、長い間ずっと研究をしてきて、まあある程度ですね、こういうふうにトレーニングをしていけば効率的ではないかという理論がある程度確立されている部分もあったりするんですね。その中でもですね、トレーニングの原則というものがいくつかありまして、まあこの原則に則って鍛えていくと効率よく鍛えられますよというものがあるんですが、その中でもですね、特に2つ、もうこれだけは絶対に押さえておいてくださいというものがありますので、この原則2つご紹介したいと思います。まず1つ目はオーバーロードの原則というものです。で、これは何かというと、日常生活ではかからないような強い負荷を筋肉にかけないと筋肉というのは成長してくれませんよという原則になります。もっと簡単に言うと、しんどいトレーニングしないと筋肉ついてくれませんよということですね。そんな楽にできるようなトレーニングをいくらやったところで体って変わってくれないんですよね。やっぱりトレーニングをして体を変えていきたい、まあ筋肉をつけるでもいいですし、シェイプアップでも一緒です。やっぱり体を変えていくためには、普段の生活で絶対に体が経験しないような強い負荷を体にかける必要があります。まあそのために効率よく体に負荷をかける手段として、ベンチプレスとかスクワットといったトレーニングの種目というのがあるわけなんですね。そういったトレーニングをやるにしても、息も荒れない、もう全く荒れない、楽にできてしまうような軽い重りではなかなか体というのは変わってくれません。これは女性の方でね、特に筋肉はつけたくないんだけども、全身引き締めてね、シェイプアップしたいという方でも一緒です。重たい重量でやるともう筋肉ついてムキムキになっちゃうというわけでもないんですね。シェイプアップをしていきたいという方の場合でも、しっかりですね、負荷をかけたトレーニングというのが必要になってきますので、このオーバーロードの原則というのは常に意識をしてトレーニングをしていただければなと思います。2つ目が全身性の原則と言います。これはどういうことかというと、体がトレーニングの負荷にまあ慣れていきますよね。それと一緒にトレーニングの負荷もちょっとずつ増やしていかないと効率よく筋肉はついてくれませんという法則です。最初はね、オーバーロードの原則に従って、例えば10回3セットやるぞって思って、なかなか10回3セットしっかりできない、3セット目はこう8回とか9回で終わってしまうぐらいのしんどい重量だったのが、しばらくトレーニングを続けていると、ある日ですね、10回3セットできる時が来ます。で、もうちょっと続けていると、どんどん楽にね、10回3セットはできるようになってくると思うんですけども、そのままですね、同じ重量、同じセット数、同じ回数でやっていても、実は筋肉って継続的に成長していてくれないんですね。まあ体っていうのはね、その負荷に対応しなければいけないので、その負荷にね、適応して筋力がついていったりとかね、筋肉量が増えていったりして、だんだんこの重量をね、楽に扱えるようになってくるんですけども、それでね、まあ楽にできるようになったからラッキーと思って、ずっと同じ重さでやっていては、筋肉ってどんどんですね、成長の効率が落ちていってしまいます。なので、目標のセット数、回数ができるようになったら、ちょっと重りを増やす以外にもですね、回数を増やすとかセット数を増やすなんていう方法でもいいと思うんですけれども、何らかの形で負荷をですね、ちょっとずつ増やしていかないと、筋肉というのは継続してですね、効率よく成長していってくれません。筋肉をつけたいとか体を変えていきたいという方は、毎回しんどいトレーニングを続けていかないといけないと思っておいてください。なので、ああもうこのトレーニング楽にできるようになったな、もう全然しんどくないなって思えるようなトレーニングになってしまうと、もうその時にはですね、効率がだいぶ落ちてしまっているというふうに思っておいてください。ずっとですね、同じ重さ、回数、セット数でトレーニングしているような方は、負荷を増やしていくように見直していただくと、成長の効率が上がっていくと思います。今回は2つのトレーニングの原則紹介させていただきました。オーバーロードの原則と全身性の原則。まあ他にもね、いくつかトレーニングの原則ってあったりするんですが、この2つが
もう一番大事です。正直もうこの2つさえ覚えておけば十分かなというぐらい、この2つの原則っていうのは大事なことなので、しんどいなと思うぐらいの負荷を体にかけるということと、ちょっとずつでも負荷を増やしていくという意識を持ってトレーニングをしていただくというのを忘れずに取り組んでいただければなと思います。他にも何かね、知りたいことがあればコメント欄に書き込みをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。